こんにちは。2012年の東大科学第3問の2を解いていきます。はい、問いか化合物1の構造式を示せなんですけど、まあ、これだけでも分かんないと思うのでリード文をちょっと読まとめたものを紹介します。まず実験1をやりますね。実験1で出てくる化合物は全て臭素と反応するって書いてありました。でまず分子量が42の化合物 H があって、これは問題文見ていただければ分かるんですけど、 C 原子は3つで C と H のみでなっていると書いてありました。でその後重合してポリマー X になってくる。これはまあもうちょっと下出てきますね。でこれを酸化すると I になって、 I に NaHCO3 を入れると J になります。 I にメタノールを入れると K になります。まあ、これ答え書いてあるんですけど、ここまでが問題です。でまず H を見ていきたいんですけど、まずこれが決まらないことには他のものも決まってこないので、これだけの情報で解いていきます。でまず C 原子が3つあるので、 C 原子の原子量っていうのは12なので 12×3 で36、分子量が42、そのうちの36が C 原子だと。で C と H のみって書いてあるので残りは H ですよね。42-36 で6で、H の原子量っていうのは1なので、っていうことは H 原子が6個だなと気づきます。で C 原子が3つ、 H 原子が6つなので、これですねと H の数が C の2倍になっているってことは、まあ、何かしらの環が輪っかになってるか二重結合があるかなんですけど、今注目してほしいのが全て、臭素と反応するって書いてあるので、ということは二重結合があるなって思うんですね。なのでじゃあ、C 原子が3つで二重結合が1つある構造だなと分かります。はい、これだと分かります。でその後こちらに入っていきますけど、これが酸化すると、まあ、ここが OH になったり、もうちょっと酸化すると COOH になるから、まあ、どっちかなって、I はどっちかなって考えるんですけど、ここ見てほしいのが NaHCO3 と反応するって書いてあるってことは COOH があるってことですよね。なので、化の構造はこれを酸化した時の COOH になるこちらの構造になります。はい、でこれにメタノールがつくとすると、まあ COOH と OH があるので、まあ、脱水しましてこういう構造になりますよね。はい、ここにメタノールが、あら、合ってるかな、大型いない、はい、すいません、大型いませんでした。こういう構造になります。これが化合物系ですね。吐息の題です。吐息まで進んじゃいました。で、また化合物1と化合物系の沸点が大きく異なる理由を15時以内で述べようなんですけど、すいません、書くのを忘れました。と、I と K で大きく沸点が異なると、リード文に書いてあります。 I の沸点が141度で、K の沸点が80度ですね。めちゃめちゃ K の方が低いですね。でこれは何でかと書いてあります。じゃあ I と K って何が違うんでしょうか。見てみると、この OH が OCO3 になっただけですよね。でこういう問題って、まあ割と前回の問題からよく言ってるんですけど、水素結合が絡んでくるわけですよ。と OH があるので水素結合が固くなって、まあ、水素結合が働くので、みんな固くくっついてなかなか離れようとしないので沸点が上がってしまうと、そういうことを書けばいいです。 I は分子間で水素結合が働くから、だから、強く固まって沸点が大きくなるよと、上がるよということです。はい、
と続いてトイックですね。下線部マルチの理由を、下記の選択肢から選べ。これも実験2の内容に入っていきます。実験にこちらにまとめました。 J っていうのがこれですね。これを、NHCO3 をつけてあげたものするとこうなるんですけど、これを重合すると Y になったと。 Y っていうのはこれになります。これが重合するだけなのでこれはすぐ分かると思います。で、これが下線部1、このポリマー Y に水を加えると吸水して膨らんだ。吸水して膨らむ、これが吸水して膨らむ理由って何ですかっていうことで見ていくと、これ注目してほしいんですけど ONA がついてるんですね。ってことは水と仲良くなります。これ水にかけるので水と仲良くなりますよね。はい、ということで正解は2、ポリマーの間納器の水和、ポリマーの間納器の ONA の部分が水和しちゃって水がいっぱいつくよと、そういうことが、これは言いたい問題ですね。はい、で問いけです。下線部丸二の理由を25字以内で述べよ。下線部丸二を、読むと、これを塩化カルシウム水溶液に、浸すと体積が小さくなったと。これ、私も悩んでいろいろ考え方があるんですね。まずこれ塩化カルシウム出てきますよね。皆さん塩化カルシウムって聞いたら多分水を吸うっていうのをパパッと思いつくと思うんですよ。そっちの方向で書いてもいいし、これ水溶液なのでこう浸透圧の問題ですね、水溶液の、濃い方にこう水が移るっていう浸透圧の問題、二通り考え方があるんですけど、私は浸透圧の方で書いてみました。溶液の濃度が高い外側に水が移動したから、こちらに書きますけど、CACL アクアがあって、まあ、ここにポリマーがいるよと。でこの中の水っていうのはこっちの方が濃度が高いので出ていってこちらの濃度を薄めようとしますよねと、そういうことで書きました。これでもいいし、単純に塩化カルシウムは水を吸うからみたいなことを書いてもおそらく丸になると思います。はい、これは押さえておきましょう。記述が難しいですけど。はい、じゃあ次が実験3で問いの子ですね。化合物 M の構造式を示せ。ただし立体異性体は考慮しなくてよい。はい、実験3もまとめてみました。まず化合物 L が、酵素によるグルコースの分解反応によって得られる分子式がこういうもので、そして、立体異性体がありますよと。これに NaHCO3 を入れると水溶液性の塩ができて、脱水すると M になりますよと。でまず L の構造を決めたいんですけど、これこういう分子式で、そして立体異性体がありますよね。 C が3つしかありませんっていうことは、まずこうやって考えるんですけど、まず真ん中に C を置いて、この手が4本出てるんですけど、全部違うのが、全部違うのがついてないとダメですよね。でこれ O が3つあるので、ってことはもう OH と COH があるなっていうふうにこれすぐ分かってほしいですね。はい、 O が3つあるので OH と COH、 まあこうだなっていうふうに思ってください。でこう仮定してこの2つを決めると、まあ、残っているのが C が1つと H が4つしかないので、こういう構造が決まると思います。でこうすると、まあ、立体生体になるので、あこうだな合ってるなと思ってください。はい、であそうですね、でしかもこれ NHCO3 と反応するって書いてあるので、ってことは COH があるって分かりますよね。はい、そんな感じで決めてください。で、化合物 M のこちらの構造が知りたいとなんですけど、今こちらの分子式が C 原子が3つなんですけど、こちら見てもらうと C 原子が6つになってます。2倍になってます。これ2倍になってます。でしかもこれ脱水するんですよね。ってことはこれが分子式が2倍になって脱水してるってことは、これ脱水反応が起こるんですけど、まずこちらで見てもらうと OH と H があるので、まあ H2O が抜けるなっていうのは分かるんですけど、2倍してあるのでこちら見てください。ここに1つ、ここにもう1つ化合物 L があります。なので化合物 L が2つあって、2つの化合物 L が脱水して、こ
ここですね、脱水してこういう構造になったっていうふうにここ2倍になってるので考えてください。はい、こういうふうに輪っかになりますね。これが問い子の答えです。で、次問い差、実験差で得られるポリマー Z は実験1で得られるポリマー X よりも土壌中で容易に低分子量の化合物に変換される。この理由を下記の選択肢から選べと、ポリマー X とポリマー Z を書いていました。 Z っていうのはこれを重合するのでこういう構造になりますよね。と、ね、これがこちらがこう手をつないでいるのが手を離してこう2人セットになっているのがみんな色、2人セットになっているのがこういっぱいの人数でこう直線にガーッてセットになるのでこういう感じになると思います。で、 X っていうのは X っていうのが H 化合物 H を重合したものでこういうふうになると思います。で、これとこれだったら土壌中でこっちの方が簡単に分解されるそうです。こっちの方が簡単だと。じゃあこれとこれの構造をちょっと見比べてみましょう。違いは何ですかというと、この COO が入ってますよね。 COO がところどころに入ってるっていうことです。で、じゃあこっちの構造になくてこっちの構造にある COO の特徴って何だろうっていうふうに考えれば、水によって分解されるっていうことが言えると思うんですね。水によって分解されるので答えは3番の化成分解されやすいためっていうのがすぐ分かると思います。土壌中とかなんかすごい初めて聞いたよみたいな、その問題あんま出ないと思うんですけど、まあ、なんか構造を見比べて何が違うかな、特徴をまず見つけて、で、じゃあこれはどういう特徴があるかな、これだと H2O ですごく化成分解されるというふうに考えて3番を選ぶのがいいと思います。はい、で、ちょっと前後しちゃうんですけど、これですね、問い子の L が NaHCO3 に、溶けて水溶性の A になるということについてちょっとやるんですけど、これ弱酸追い出し反応っていうのが関わってきてます。弱酸追い出し反応っていう反応の名前は実際にないんですけど、こうやって覚えるとすごく楽ですね。で、 L の構造がこれでした。で、これのうちの COH がこれと反応して、ここがCONA になって A になるという反応なんですけど、これの覚え方っていうのをちょっと紹介したいと思います。弱酸追い出し反応っていうのは、酸はみんな A になりたいんですね。これはもう前提条件です。みんな A になりたいと思ってます。でも酸には弱い子も強い子もいて、なんかすごい擬人化してるんですけど、弱い子も強い子もいて、でも強い方が A になれるんですね。みんな A になりたいから強い方が A になっていくんですよ。で、その強い順っていうのを考えると、まず COH がついているものっていうのが一番強くて、その後に HCO3 これが強いです。で、その後にフェノールですね。 OH はここに便剤化がついてないといけないんですけど、フェノールが一番弱くて、なのでこの順番なので、今 NaHCO3 を入れているので、これよりも強いこの構造がここが ONA になりますよと、こういうことです。弱酸追い出し反応、これすごくよく出てくるので、こうやって2つのポイントを押さえるとうまく考えることができると思います。はい、第3問の2をやってきたんですけど、第3問の1番はすごく難しかったですよね。有機の問題っていうのは東大科学で満点を取るのがベストというふうに言われているので、まあ、1番が難しかった分、こちらの2番で満点を取る勢いでこちら、解いていけたらなと思いました。はい、解けたでしょうか。よく復習しておいてください。終わります。